付けけ根近くにかけて、メタリックブルーのラインがが入り、下半分は、全体が赤色となる。ネオンテトラに酷似した用紙であり、相違点は下腹部全体が赤く、青帯より面積が広いことと、ネオンテトラに比べてやや大柄である点のみで、当初はネオンテトラの亜種、または一部変種と考えられていたが、1956年に正式に別種として区別された。 アマゾンのブラックウォーターに住んでおり、生息地域は、ブラジル北部から、コロンビアやベネズエラにかけてのネグロ川上流から、中流域、バウペス川やオリノコ川流域の水草が多く浅い、小川である。正面から見た、カージナルテトラ性格は恩和であり、多魚ともさほどトラブルを起こすことはないため、混営に適する。初心者向け、ある程度の数で群営させるととても美しい。 ネオンテトラと飼い方は同じで、飼育は容易。季節を問わず、比較的廉価で入手可能な熱帯魚である。繁殖は難しい。寿命は2から3年であるが、より適切な飼育環境では5年以上生き、より長期の飼育も望める。ショートラインカージナルテトラブルーのラインが短い地域、変異型毛利、書籍などで、ショートラインカージナルテトラと呼称されるが、 実際の販売では区別されることは少ない。この他、体に寄生したバクテリアの作用によって、体が金属質の光沢を帯びる、プラチナカージナルテトラ、またはゴールデンカージナルテトラと呼ばれる個体が存在し、こちらは非常に珍しいことから区別して販売されることが多い。また、改良品種では、 ヨーロッパで作出されたアルビの個体も存在するが、元来の繁殖が難しさもあってか通常個体と違って目にする機会は多くない。ありがとうございます。